さまわれこーん、カラメディアジャパンのあやです。みかいです。で、今回はですね、イードについてお話ししたいと思います。イーで、イードはですね、イスラム教で大きな祭りなんですけれども、で、1年2回があります。1つ目はイードフィトリっていうことと、イードアドハっていう祭りなんです。で、この祭りは必ず1年1回、イードフィトリ1回、イードアドハ1回やってます。イードフィトリは何ですかということは、どうぞ。イードフィトリは、断食、1ヶ月のラマダン、1ヶ月の断食が終わってから、イードフィトリというお祭りをお祝いしますね。イードフィトリには、みんなで、モスクとか行って、モスクとか、広場で集まって、イードの礼拝で、礼拝をやってて、その後に、隣の人とか周りの人と握手して、イードおめでとう。とか家に帰って、家族のメンバーの皆さんにいろいろ行動とか、言葉とかに許してくださいって、いろいろごめんなさいって、で、またゼロで始まりましょう、仲良くしましょうみたいなの、みんなごめんねみたいな、みんなに言ってますね。もう美味しいものを食べて、やっぱり1ヶ月間はまだ中なラマダンしてる、断食してるので、我慢してて、そうそう、この祭りでも本当に美味しいものを食べて、お肉だったりとか、ロンドンも食べてもらいました。ロンドンも大体ね、マレーシアとインドネシアの食べ物は大体ね、似てたり、一緒だったりとかしますね。と、その後、食べて、あれだよね、親戚のうちに行ったり、訪問したり、そこも、いろいろごめんなさいって、また。でも1年に1回、それはイード。そう。それはイードフィトリと言います。それで、皆さんがもう心がピュアになりましたので。ゼロから始めます。そうなんですよ。ゼロから始まります。と、みんなで一緒に、ね、ワイワイしたり、一緒になんか、いつも会えない家族、例えば親戚であったりとか、例えば遠いところで住んでる親戚だったりは、実家に帰って、田舎に帰って、で、みんなと一緒に集まって、そこでその瞬間が1年1回だけなんですよね。でもし、その一個のこういうようなイベントがないと、遠いところで住んでる親戚とかは、もう多分会えないかもしれません。あれ、お年玉もらう。お年玉が一番、もう子供の時はもう一番楽しくて、日本だと、年末年始の時に子供にお年玉あげるじゃないですか。でも、うちはイスラム教だと、イードフィトリの時に、その祭りの時に子供にお金あげるんですよね。でもなんかマレーシアでは、ね、子供だけじゃなくて、まだ結婚してない人もまだまだもらえます。いいね。インドネシアは多分ないね。インドネシアは大体多分高校生まではもらうけど、大学生になったらもう大人っていう感じなので、もらわないよね。未婚とかで仕事まだ始まってない。ああ、まだ社会人になってないと。マレーシアいいな。でもそれはマレーシアとインドネシアですね。日本では、大体、モスクとか大使館で、なんか、イードの礼拝をしてて、大使館とかで、私たちの国で、いつも用意している、食べ物とかは用意してあります。大使館で。なので、お祈りしてから、まあ、お祈りの時に、在住インドネシア人とか、在住マレーシア人とかね、わーって集まって、まあ、友達もなれるし、あ、こんなに人がいるんだってぐらい、みんな集まってて、で、その後みんなと一緒に食べますよね。新しい友達もできてるね。なんか忘れずに写真もいっぱい撮ります。そうそう。だいたい、まあ、朝起きて、イードフィトリ、イードの、お祈りに行く前に、綺麗な服、新しい服を着て行くんですよね。なんか、イードはなんかホリデーだから、みんなも新しい服着ても、来てます。まだね。はい、次は、さっきのイードフィトリなんですけれども、次はイードアドハっていう祭りもあります。で、このイードアドハ何かというと、イードフィトリはラマダン明け、ラマダンの後に行われる祭りなんですけれども、イードアドハは、というのは、犠牲祭りで言うんですけど、ちょっと言葉が、
あれなんですけど、そういうのが変なのが意味じゃなくて、イードアルハというのが、みんなで、大体牛なんですけれども、牛とかを1頭とか2頭とか飼って、で、みんなでお金集めて、1頭飼って、で、その1頭の牛を屠畜して、で、そのお肉は、みんなで楽しめるっていう祭りです。みんな楽しめるというのが、そのお肉は自分も家族も食べるんですけども、一番メインなのが、経済的にあんまり良くないのであんまり食べれない家族であったりとか、うん、でだからそのお肉は特にあんまり恵まれてない方とかに、シェアして、そのあんまり、ね、高いのを、まあ、その恵まれない人はそんなに食べないじゃないですか。だからその日だけにみんなと同じ食べ物、同じものを食べれるという意味で行われる祭りです。みんなでいろいろ楽しめるっていう意味です。で、料理はやっぱり牛の料理じゃないですか。で、一番メインなのはルンダンっていう料理があるんですよ。で、だいたいルンダンって牛使わないとルンダンにならないので、だいたいルンダンを作りますよ、インドネシアは。あ、緑のレンダン。レンダン、はい。なんかマレーシアにもなんかレンダンもあるんですけど、まあ、大体スープを、スープの料理を作りますね。インドアルハです。仕事に行くじゃないですか。オフィスに行って、お弁当持って行って、大体そのインドアルハから1週間ぐらいに弁当は全部ルンダンですよ。会社の人とかと一緒に食べるときに、みんな弁当を開けた瞬間、みんなルンダンですよ。面談だけでみんな仲良くできるのはすごくなんか幸せです。幸せですよね。インドアルハもお祈りやるんですよ、朝。なのでインドフィティと同様、朝一回起きて、ちゃんとの服を着て、モスク行ってお祈りするんですよ。礼拝が終わってから、その屠畜をやります。でも日本ではインドアルハの時に、モスクとか大使館でもお祈りするんですけども、でも到着する場所がそんなになくって、特別なところ、例えばモスクのお庭とか、お庭というか前であるところとかでやってて、その後みんなに配るっていう手段もあるんですけども、やっぱりね、あんまり日本にはあんまり見られてないんですかね。では皆さん、もう分かりましたか？じゃあ皆さん、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、LIKE と登録もお願いします。ではまた別の動画にもお会いしましょう。バイバイ。アサラムアレイクム。